どうもパチオです。ね、大富豪をやってたらね、すごいコマーシャルに CM めちゃくちゃこれ入ってきたんで、もうなんか見てるうちになんかちょっとやってみるのもいいかななんて思ってね、やってみたんですけど、すごいね、なんかこれ CM 詐欺だね。正直ね、CM でやってたなんかその選択肢をしていくゲームじゃなくてね、ただ普通のパズルゲームなんだよねこれ。いやー、めちゃめちゃなタイトル詐欺だろうっていう。で、とりあえずゲーム画面に行きたいとこだね。あ、これいけるかな。これゲーム画面なんだけど、どうすりゃいいんだ。まあ、とりあえずなんか3つ揃えたら消えるっていうね、ものとってもありがちなシステムなんだけど、でどうやってやろうな。でこの左側に37っていう数字がある。37手の間にこの上の梨が47個の、でこれ消していくと中に木があったりするんだけど、そいつを出していくと。でね、5つ揃えたりすると爆弾とか出てきたり、この4つ揃えるとなんかこの花火みたいなやつが出てきたり、こういうのをうまいこと使ってやっていくといいよっていう感じなんだけど、形がね四角じゃないからね、変な流れ方すんだよ今みたいに。それがねまだうまいこと把握できてないっつうかね。難しいな。結構ね難しい。頭使う。その変な流れ方、まあ水が流れるみたいな感覚なんだと思うんだけど、なんかその爆弾が取れるところがあるといいんだけど、でね、その常に何か消えるような状況じゃないとその手が打てないんだよね。どうしよう。あと29手、これいけるのかな。お、爆弾こう手に入ったけど、これでそのキーみたいなやつが手に入ると。正直ね難しい。結構ねそのなんだよタイトル詐欺かよっていうのがあったけど、それにしては面白いは面白いんだけどね。
そう。いいのかな。なんかね、このただ消していくだけじゃなくて、その下にある何かを見つけていかなきゃいけないんで、それが難しいとこっすね。これクリアできんかもしれんな。これ、あの今出てきたなんかそのレコードみたいなやつが、その指定した色のやつを全部崩せるやつなんだけど、崩したところでどうなんだっていうのもあるから、特にね、この、赤。おお下がね、下にあるそのなんか白いやつの、ね、花のとこの緑を取れりゃいいんだけどね。あと4手、これどうやってやりゃいいんだ。あ、こうか。 OKOKOK、 これでクリアだ。よし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 、あー、なんとかクリア。うん、このね、全然タイトル詐欺なんだけど、ゲームとしてはね、ちょっと面白いんだわ。なんかね、今んとこすげえ楽しめてる。ただあれだね、やっぱりこれも考えなきゃいけないゲームだからね、あの喋るのには向いてないってのがよくわかったね、今やってみて。もう一回ぐらいやりたいね。これいつかあれなのかな、CM みたいな、なんかその選択肢を与えられて、その選択することでなんかさ、話が進んでいくみたいなシステムになるんですかね。フェンスを修理する、まあフェンスを修理するという選択肢しかないんだけど、
レベル15ってことなのかな、これは。ね、これは、真ん中の上にあるジュースが一番下まで行けばいい。それを3つ。2つ目が出てきたね。これ割とクリア簡単というか、進んできゃいいんでね。選択肢は多いけど、ここで爆弾をちょっと爆発させてみるか。お、何は、今はまだあれか。ああ、でもあれか。ブドウをちょっと爆、なくせばいい感じになるか。ほうほうほう。いいんじゃない？そっちよりも、こっちが気になる。いい感じやと思いやす。お、またか。多い緑を。はいはいはい。あら、違った。ダイナマイトができるよね。あと12手で、あれ、下まで行きかしゃいいんだで。素敵。青か。青壊しゃ赤がコンボになるから、うん、結構難しいな。下へ爆弾を落としていけばクリアできそうかな。爆弾届くのかな、これで。オッケー、これでクリアだ。よし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 。あれ、もう一個ある、もう一個ある。あと6手でいかなかんの、もう一個。きついな。あと6手でこれはやばい。これもうあと1手あると思ってなかったよ。この左上の方にはまだあるからな。じゃあ積んだか、これは。
ちょっと悪あがきでもしてみるか、爆弾でも爆発させて。あ、イエス。あー、ギリギリクリア。うん、まだねシステムは分かんないんだけどね、なんかそのパズルとしての面白さはあるかな、そこそこ。まあそんな感じで終わっていくね、とりあえずこのタイトル詐欺のゲームの紹介をして今日は終わっていこうと思います。以上、パチオでした。バイバイ。